今回紹介する商品こちらです。ということで今回紹介する商品こちらでございます。ベーカリー新商品のクレープ、こんな感じで2種類の生地のクレープが入っておりまして、これが2段入ってます。重なってますんで、はい、全部で12個入ってます。で、価格899円ということで、1クレープあたり75円ぐらいですね。安い。この間チョコココタルトという商品が出ておりまして、それの冷凍分もね、残りあとわずかというところになってましたんで買えたんですけれども、これね、賞味期限がねちょっと短いような気がするんですよね。今回僕が購入した分は消費期限が7月9日、本日7月8日なので、もう明日には期限が切れちゃうって感じなんですけど、そこまで短い商品ってこれまでなかった気がするんで、もしかしたらこれ昨日の夜とかに製造されてて、そのまんま朝並んでるっていうやつかもしれません。だいたいね、少なくとも製造日含めて3日間ぐらいはあるんで、知らんけど。で、この商品もね、カロリーの目安書いてあります。100グラムあたりなんですけど、372キロカロリー。タンパク質5、脂質25、炭水化物32ということで、一個一個ペーパー敷いてあるんで、重さ測って総カロリー数だけ出しておきますかね。ということで、重さを出しますが、はい。とりあえず形、こんな感じで、サイズ感は、もう手のひらに乗るぐらいで、コンビニとかで売ってるようなああいうスイーツと変わらないぐらいのサイズ感です。数こそ12個入ってるんですけど、こうやって1個だけ見ると、まあ、コストコらしくないようなサイズ感ではありますね。ちなみにこちらのピンクのクレープなんですけど、生地にはビーツが使われてて、中にはホイップクリームとキャラメルソースとアーモンドスライスが入ってるみたい。はい。で、もう一つがプレーンタイプの方ですね。こっちの方が見慣れてる感じしますけど、中ホイップクリームと、あとフレッシュバナナが入ってるそうです。ペーパー込みの重さにはなりますが、測っていきます。77、83、83、77、78、78、67、74、75、66、75、71。ということで重さ測ってみたんですけれども、この紙を含む重さですが、全部で 900g ありました。そしてこの紙まで全部食べた時のカロリー数は 3348kcal です。個体差は 10g 前後ありまして、平均するとだいたい1つで 75g ですね。多少大きさのばらつきがありまして、 10g 前後ですけど個体差はあります。平均値が 75g で、これ1個食べると279キロカロリーっていう計算になります。 PFC の値は一応出しときますが、こんな感じになります。ということで、あとは実食でございます。とりあえず1個ずつ食べてみようかなと。それではいただきます。まずはプレーの方からいきます。クレープとか何年ぶりやろ。うまい。うん、バナナ美味しい。この商品のところにポップというか説明書きがあったんですけど、生地がね、ほんのり塩味、ひ
聞いてまして、それで甘じょっぱ系のスイーツですね。うまい。次はピンクの方ですね。うん、うんうんうん、うまい。こちらピンクの方がその塩気はよりはっきり感じるかも。ホイップクリームはベーカリーの間スイーツに使われてるやつとほぼ同じだと思うんですけど、キャラメルソースだけだとちゃんと苦さも感じられますね。生地は見た目以上にしっとりもちもち感があります。うん。で、ほんのりやっぱしょっぱいですね。うん、うまい。ということで今回はベーカリー新商品のクレープ食べてみましたが、思った以上に良かったですね。12個入りですけど2種類一応味があるっていうのと、一つ一つの大きさが常識的なサイズなんで普通に食べやすいですね。ベーカリーのスイーツってどうしても1個あたりがものすごく大きいっていう場合が多いんですけど、これはまあ1個あたり 75g でコンビニなんかで売ってるスイーツのサイズ感とほぼほぼ変わらずちょうどいい感じですね。僕クレープあんまり普段食べないんで、このクレープがどれぐらいの実力なのかちょっとわかんないんですけど、まあまあ久しぶりに食べた人でも美味しく食べれました。生地の質感とかクリームの質感とかもそうですけど、やっぱこのクレープ生地に塩が少し入ってるというのがポイントで、それによってこう全体の甘さが増すというか、どちらもクリームたっぷり入ってるんですけど、プレーンの方はフレッシュバナナが入ってるんで、まあそこで少しさっぱりするし食べ応えもあるという感じですね。で、こっちのピンク色の方はビーツで色付けされてるっていうことなんですが、そのビーツ味っていうのはちょっと判別できないと思うんですけど、中ねキャラメル味で塩キャラメルのスイーツ食べてるような感じですね。プレーンの方もほんのり塩味感じますが、どっちかっていうとこのピンクの方が塩味がより強く感じられたかなと思います。で、あとは価格も1000円切ってるっていうところがすごく買いやすいんじゃないかなと思います。で、一体あれなところを挙げるとすると、賞味期限ですかね。賞味期限が3日ぐらいあるとは思うんですが、もしかしたら7月8日製造分で明日までのリミットなのかもしれないんで、そこが唯一あれだなと思いました。ホイップクリームなんで、もうこのままラップに包んで冷凍しておけばアイスクレープっぽく食べれるし、自然解凍してクレープのような感じで食べれると思いますんで、基本的にベーカリーのスイーツって賞味期限は結構リミット厳しいんですけど、だいたい冷凍して解凍して食べるとかっていう風に対応するんで、まあまあ慣れてる方は問題ないんじゃないかなと思います。あとはなんか生のフルーツとかチョコレートソースとかちょっとね、一つでも足すとより豪華なスイーツになるんじゃないかなと思いますので、ぜひ気になった方はお試しください。ということで現場からは以上です。今回紹介する商品こちらです。あぶねー。はい、ちなみにこの容器の重さ測っとくと 109g、 これ 109g でした。で、次の日のマスケンがお送りしますが、今日中に全部食べきれないので冷凍保存しておきます。こちらのプレスンシールを使いまして、プレーンの方はバナナが入ってるんで、まあ、そこがね凍らせるとちょっとフルーツが入ってますんで、どうなるかわかんないんで、まあ、どちらか優先的に食べるんであればプレーンを先に食べた方がいいと思います。まあ、冷凍バナナなんで
まあ凍っててもね美味しく食べられはするんですけど、解凍して食べるっていう風な場合だと、まあ、グズグズになる可能性もあると思うんでね、はい、もう適当です。まあ、雑なんですけど、プレスンシールでぐるぐる巻きにして、これをあとフリーザーバッグに入れて二重にして冷凍しておきます。冷凍庫行きはこんな感じで、あと残りね4ピースあるんですけど、これは今日中に食べます。プレスンシールあるとね、楽ですね。やっぱ最近慣れてきました。はい。ケーキ類と違って切ってっていう手間がないので、もうただ包めばいいだけなんで、結構サクッと終わります。そういう面でもおすすめです。という感じで今回の動画は以上でございます。こんな感じでコストコ商品レビューの動画いろいろ出してますので、いろいろね過去の動画見ていただければなと思います。今回の動画参考になりましたら、ぜひチャンネル登録お願いします。次の動画のモチベーションになりますので、ぜひまだ登録してないよって方はお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。